はい、皆さんこんにちは。令和5年予備試験、論文式試験分析官憲法の方を始めさせていただきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。すいません、民法の講師が落ちてしまって申し訳ございませんでした。憲法、30分しかないので、ちょっとスピーディーにやっていきたいと思います。でまずね、本試験を受けられた方、お疲れ様でした。結構大変だったと思います。でね、受けられた方、再現答案作ってください。で受けられてない方もですね、ぜひこの問題取り組んで、講義聞いていただいて、自分ならどう書くかっていうのを探っていっていただきたいと思います。で早速なんですけど、この論文式試験分析会憲法、こちらのレジュメをご覧ください。でペラッてめくると1ページ目に、憲法の問題が書いてあります。で、1ページ目の下から2行目、一番問題の核心部分ですね、こちらご覧ください。この証言拒絶について X の立場から憲法に基づく主張を述べた上で、それに対して想定される反論や関連する判例を踏まえてあなた自身の見解を述べなさい。どんな試験でも基本なんですけど、問いに答える、これが一番大事ですね。問いに答えないとどんなに素晴らしいことを書いても点数にならない。じゃあここで聞かれていること何かというと、まずこれ憲法に基づく主張、これ忘れがちなんだけど、憲法ってね、日本はご存知の通り付随的違憲審査制取ってますから、民法とか民訴とかいろんな法律の解釈と絡んで出てくるんですよ。で民訴の解釈ばっかり書いたり行政法の解釈ばっかり書く人いるんですけど、それでは実は点数にならないですね。憲法と結びつけて今回なんかは民訴法の解釈をしていく、これ聞かれてます。でそれに対して想定される反論、だからこれ主張反論形式みたいに書いていくんだ。あと関連する判例を踏まえてあなた自身の見解を述べる、試験を書くということです。でこれ判例踏まえてって書いてるんで、判例をもしね書かなくても落ちるかというと落ちはしない、ただそこまで高い評価にはならないんで、やっぱり判例は書けるなら書いた方がいい。でも判例ねすっぽ抜けたら憲法の理論を書いてもっともらしいことを書いてください。憲法って非常に難しい科目だって思われてる方いらっしゃるんですね。その一方で覚えることもそこまで多くはない。で民法刑法と発想を変えていただきたいんですよ。語弊を恐れずに言いますと、憲法ってねちょっと英米法チックなんですよ。なので本当に民法刑法みたいな要件解釈当てはめじゃなくて、すっきりとしたロジックを作って理由をつけて結論を述べる説得の学問みたいなニュアンスがあるんですね。なので正直筋通っていれば点数きます。極論言いますよ、意見審査基準何も知らないで必要性と相当性で書いてもちゃんと当てはめできればそこそこの答案になるんですよ。それが憲法なんです。ただそれだとそこそこの答案にしかならないので、やっぱり皆さんその上目指したいじゃないですか。だから憲法理論を使うということになります。はい、抽象論失礼しました。2ページ目で憲法の回答のポイントです。で本文は取材権についての民事裁判における証言拒絶が認められるかが正面から問われる問題となっております。であらすじは読んでいただいたと思うんですけど、一応見てみましょう。フリージャーナリストの X が SDGs に積極的にコミットしていることで知られる会社コーンについて、環境破壊で批判を受けている国から原材料を輸入しているのではないかと考え取材報道を行った。でこの際後者からは取材を拒否されたので、元後者の社員であるオツにインタビューを受けるよう強く迫り、オツが特定されないよう加工した上でオツのインタビュー内容を動画投稿サイトに投稿した。この結果後者の上記のような材料調達が明るみに出て不買運動等が行われた結果、後者は損害を被って原材料の調達先については守秘義務があるにもかかわらずオツが暴露したことによって損害が発生したと主張し、後者はオツに対して損害賠償請求訴訟を提起した。でこの裁判において取材源について X は証言を拒絶できるかということが問題になっている。でまず X からの主張を行い、その上で反論等を踏まえて持論を展開するを求められている。で参考となる裁判内、これ知ってたら使ってください。裁決平成18年10月3日これダイレクトに、民事訴訟において証言拒絶が職業の秘密に該当するかというのが問われた問題なんですね。でこれ使えたらこれ使ってください。でこれ使えて憲法論展開できるとかなりレベルの高い答案になります。それはね後で回答例でお示しします。で分かんなかったらこのレックのレジュメだよね、
博多駅テレビフィルム提出命令事件も参考になると言ってます。で、これ使っていただいてもそこそこの答案になります。ただね、博多駅使うときはちょっと注意してほしいんですよ。博多駅テレビフィルム事件、簡単に言うとこれ比較考慮で決めるっていう判例ですよね。で、要するにこれ、公正な刑事裁判の実現と、対取材の自由が妨げられる限度。あ、程度か。報道の自由への影響。これらを比較考慮してフィルムの提出が認められるかという話でした。もちろん知ってる方ね、別に板書しなくていいんだけど、一応説明のために書いておきます。これらを比較考慮です。ただね、これ知ってる方、博多駅テレビフィルム事件と今件の事案は事案がかなり違うっていうのは意識していただきたいですね。だってまずこれ何かというと刑事裁判です。で、ご存知の方もいるんだけど、博多駅テレビフィルム事件って不侵犯請求ですね、刑事訴訟法の。かなり特殊な事件で、テレビフィルムの提出が命じられた事件。しかもですね、これ判例って事案大事なんだけど、これ取材源の秘匿とか関係あります？ゼロではないけどほとんど関係ないですね。要するに何か運動を起こして、それに対して警察官が暴行を加えたんじゃないかっていう容疑をかけられて、その現場をたまたま報道目的で撮影していたテレビフィルム、その提出が命じられた事件なので、かなり事案は違うんです。なのでこれ使ってもいいんだけど、事案が違うのは意識してください。はい、いいでしょうか。じゃあ採決平成18年10月3日、これを使った書き方について少しご説明します。で、これの規範はですね、今回の行使レジュメってやつの2ページ目見てください。あ、1ページ目の一番下の行ね。行使レジュメの一番下の行、ここにね書いてます。この最高裁の規範はこれ、この行使レジュメの1ページ目の最後のそこでいいか、民事訴訟法197条1項3号に言う職業の2ページ目、秘密とは、その事項が公開されると当該職業に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難になるものを言う。そして職業の秘密のうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められる。二重の絞りみたいになってるんですよ。まず職業の秘密はこうだ、しかも保護に値する秘密だけ証言拒絶が認められる。そして保護に値する秘密であるかどうかは比較考慮ね。秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較考慮により決せられる。で、これを使って書くと、まあ、段位に答えたことになります。ただね、これだけ書くと民訴の答案になっちゃうんです。だって民事訴訟法の解釈だけだから、ここに憲法をくっつけなきゃいけないんです。じゃあどうくっつけるかというと、例えばね、こんな感じ。刑法でもよくあるんだけど、刑法って判例結論だけって結構あるじゃないですか。あれに整合的な学説を持ってくる。憲法もそれやるんですよ。こんな感じ。アウトラインはまず表現の自由から、この辺は皆さんお得意だと思います。取材の自由導きます。あ、ごめんなさい、報道の自由、この辺は基本的なテキストとかに載ってる話ですね。報道の自由も、まあ、
何を報道するかの取捨選択に思想が現れるからとか、そんな理由つけてやります。詳しい論証はまた答案の中で見ますので、これ導いて、そうして取材の順を導く。でここでちょっとね、一工夫必要、一工夫でもないんだけど、分かってる方は分かってるけど、分かってない方は分かってないです。なんで取材源をばらすことが取材の自由の制約になるか。だってよくよく考えてください。このフリージャーナリストの X は、取材したら死刑に処しますよとか言われてるわけではない。取材は何も禁じられてない。取材源を明かせと言われてるだけ。これなんで取材の自由の制約になるのかっていうのはちゃんと書かなきゃいけない。で簡単に言うと、取材源の秘匿を守らないと将来取材に応じる人がいなくなる可能性があるから、取材の自由の制約につながる。これはね、表現してあげてください、答案で。なので取材源を公開すると、取材に応じる人が少なくなり、制約になる。なんで制約になるかって意外とね、憲法で問題になるので、このあたりも丁寧に書いてある。でそれで民訴197条の解釈に持っていくっていうのが一番きれいですね。でこれらの理由があるから、民訴197条3号の規範を立てて当てはめをする。こんな感じです。でここで憲法論と判例のつながりをつけてやって、あとは当てはめをしていく。ただですね、ちょっと難しいのは、これ X の主張と反論の振り分けも必要なんですね。でこのあたりはいろんなやり方があるので、皆様自分のやり方身につけていってください。で今日はね、1個これだけが正解じゃないんだけど、私のやり方をちょっとお伝えします。私はね、結構憲法論を X の主張で書いて、反論で判例出したりするっていうやり方をよく使います。ちょっと具体的に見ていきましょう。今日ね、講師レジュメって方をご覧ください。予備試験憲法令和5年度答案第1 X の主導1取材の自由。このあたりはさらっといきます。 X は本件証言を強制することは X の取材の自由を侵害し違憲と主張する。でまず取材の自由の前提として、報道の自由が認められるか。で確かに報道は思想を表現するものではないという点で、典型的な表現行為ではない。しかし報道は国民の知る権利に奉仕するし、伝える情報の取捨選択という点に思想が現れていると言える。よって報道の自由は21条1項により認められる。こんな感じでね、取材の自由とか報道の自由っていう基本的な論点も丁寧にちょっと書いてやると、それだけで点数になります。でそして情報の収集編集発表という一連の過程は切り離すことができないので、報道の自由の一環として取材の自由も認められる。でね、私はここで判例出したくなかったんで、ここでは X の主張ですね、 X にめちゃくちゃ有利な論法を立ててあっさり違憲にするっていう流し方をしました。これもよく使われます。なので違憲審査基準一番強いの立てましょう。取材の自由も表現の自由の一環である。そして表現の自由の制約に対しては厳格審査基準が用いられるべきである。すなわち経済的自由への侵害は民主制の過程で回復することが可能であるが、精神的自由は民主制そのものに関わる権利なので、回復できないことを考慮すると精神的自由への制約は厳格に審査すべきだから。だから二重の基準論的なこともちょろっと入れ込んでやると、あ、この人分かってるなってことで加点です。どんどんね、予備試験の論文は点数もぎ取っていきましょう。もう1点でもいいから稼ぐ。もちろん薄く書くべきところは薄く書くんですけど、少しでも点数拾っていく。で当てはめで、ここで X への証言を強制することの目的は民事訴訟における真実を発見するためである。で裁判を受ける権利が国民に保障されていることから、当該目的は必要不可欠と言える。目的の当てはめって迷う人いますよね。厳格審査基準は目的が必要不可欠とか、じゃあどうやったら必要不可欠なんだ。これね、身も蓋もないけど、憲法学者ね、割と適当です。厳格な、数学的な数値ないんです。
ただ受験テクニックね、一つは憲法上の事柄に結びつけられるとそれってすごい重要だって言いやすいんで、ここでも裁判を受ける権利に紐付けて、これを保障することだから目的は必要不可欠だという論法を使いました。で、一方で本件訴訟においてインタビューに応じたものを特定することは他の間接事実から認定できる可能性もあり、そもそも本件証言強制が目的達成に必要最小限とは言えない、よって違憲である。これ民訴やった方ご存知ですけど、別にこの方の証言なくても他の証拠があれば認定できるかもしれないですね、誰が証言したかって。で、それができるかもしれないから証言強制をすることが必要最小限度とは言えない、まあそんなことで違憲にしました。で、被告の反論、確かに原告の主張通り取材の自由は認められるが、あくまで報道の前提として認められるものであり、通常の表現の自由に比較して保障の程度が弱い。あの判例に取材の自由って十分尊重に値するって言い回しだったこと思い出してください。あれいろんな解釈されてんだけど、有力な解釈は保障はされるけど程度が低い、なのでそこを書きました。では、またあくまで証言拒絶が認められるのは民訴法の職業の秘密の解釈の問題とし、判例の規範を使うべきという法律上の反論が考えられる。そして事実認定当てはめね、職業の秘密に当たらないと反論してくれると考えられる。で、ここで判例も出して反論も出して試験でしっかり書く。一、初めに、私も被告の法律上の反論には賛成である。一方、事実認定としては職業の秘密に該当すると考える、以下承述する。で、法律上の議論で、被告の主張通り取材の自由は表現の自由に比較して保障の程度が弱い。また民事裁判における真実発見も憲法32条が国民に裁判を受ける権利を保障していることに鑑み、取材の自由と同程度に重要だと考える。で、ここで憲法論で取材の自由は若干保障の程度が弱いし、真実発見も重要だから、同じぐらい重要だから判例の規範だっていう流し方をしました。そうすると憲法と民訴法の解釈が結びつくわけです。そこで民訴法197条1項3号に、職業の秘密とはその事項が公開されると当該職業に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難になるものに、これを書いてある。そして職業の秘密のうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められる。保護に値する秘密であるかどうかは秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較考慮により決せられると考える。で、これ判例の規範なんですけど、ここまで正確に書けなくてもある程度再現できればいいですよ。当てはめできる程度に再現できればいい。だからまずね、この職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるぐらいと、あと保護に値する秘密のみ証言拒絶が認められる、あとは比較考慮、このあたりをなんとか抑えられれば、これね、当てはめできると思います。で、問題当てはめです。で、ちょっとですね、あの皆様方の参考になるように、当てはめはね、できるだけ問題文を書き写してちょろっと評価して当てはめできるタイプの問題にしました、書き方にしました。あのね、書き写しはできますね。で、結構書き写しって憲法有効なことあるんですよ。ただ単に書き写しただけじゃダメで、何か評価をしてやればそのまま答案になる。で、ここでガーって書いてるけど、実はですね、8割ぐらい書き写しです。で、ちょっと見ていきましょう。ここで X が取得しているのは取材源である。ここは書き写しじゃない。取材源の取得は報道倫理のうち重要なものの一つであり、で、これは書いてください、似たようなこと。取材源が公開されてしまうと、今後取材に応じるものが少なくなるという意味で、当該職業に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難になると言える。で、ここまで私の答案ははっきり言って空中戦です。空中戦っていうのは、具体的な事実を使ってない抽象論です。で、抽象論だけだとそんなに高い評価ないので、これからぐいぐい問題文の事実を使っていきます。で、特に本件ではここからですよ。 X はフリーのジャーナリストであり、そうですよね、記者クラブに入会できないことから X にとっては自ら足を使っての取材が重要になってくる。だってね、あの警察の発表とかに取材に行くだけだったら取材権の取得も何もないですよね。だって警察発表してるから。そうじゃなくて、独自インタビューするから取材権の取得っていうのは大事になってくる。そういうニュアンスを込めてここで前振りをして、次、また X は環境問題に鋭く切り込むジャーナリストであり、
本件のように積極的な取材による真実を明らかにしていくタイプである。でこれも鋭く切り込むジャーナリストというのは書いてあった。事実を拾って若干評価、積極的な取材により真実を明らかにしていくタイプで、実際にも本件では公を退職したオツに取材を申し込んだところ、このあたりを書き写し、退職していても守秘義務があるから何も話せないと言い、取材に応じることを一度は断られた。しかし X はオツの工房に通い詰めたばかりか、オツが家族と住む自宅にまで執拗に押しかけ、あなたが公の行為を黙認することは環境破壊に手を貸すのも同然だ。ここ完全に書き写し、保身のためなら環境ならどうなっても良いという、あなたのそんな態度が世間に知れたらエコロジー家具の看板にも傷がつく、それでいいのかなどと強く迫り、エコフレンドリーという評判が低下し、工房経営に悪影響が及ぶことを匂わせた。でその必要な取材の結果、オツは最終的には名前に加盟にすることおよび画像と音声を加工することを条件に X の求めに応じてインタビューを受け、コウは C 国から原材料を輸入していると語ったのである。このように X は取材源の秘匿を約束して、重要かつ機密性の高い情報を取得する方法を取っている。でこれゴールここだったんですよ。取材源の秘匿を約束して、重要かつ機密性の高い情報を取得する手法を取ってるんだ。ここをゴールにして、この書き写しを私はやりました。なんでこうやったかというと、ゴールここかというと、取材源の秘匿を約束して重要な情報を入手しているということは、取材源をばらしてしまうとこういう手法が取れなくなるということですよね。すごく深刻な影響がある。そこに持ってきたかった。じゃあ続きですね。どうすれば取材源の秘匿を破ったことが知れると、 X のこのような取材活動は困難になる。でこれ評価ですね、困難になる。そして X はインターネット上で活躍することからすると、 X が取材源を破ったという噂が広まるのも早いだろう。でここは私の推定です。ただ憲法はこういうふうに推定できることは入れちゃっても構いません。で一方、第一で述べたように、インタビューに応じた者が誰かは間接事実から明らかにできる可能性があるとすれば、比較考量による公表の不利益を重視すべきである。で従って X の取材源の秘匿は保護に値する秘密にあたるので、 X の証言拒絶は認められる。まあ、別にこれが唯一の正解じゃないんですけど、一つ参考にしてください。でこういった分析会出るね、一つのメリットは、いろんな答案入手できますね。でね、その答案の使えるところをね、言い方悪いけど盗んでください。皆さんみんなやってるんですよ、合格者って。これ使えるな、この表現使えるな、この書き方使えるな、この当てはめ参考になるんだってのをこう採取していくんですよ。いろんなとはいいところもあれば、気に食わないところだってあるんですよ。自分とは合わないなってところもある。でそれを認識した上で、自分の答案のスタイルに当たるところをピックアップしてください。でこれ私の回答例もそうだし、もう一個今からレックの回答例も簡単に見ますけど、それもね、使えるところはつまんでいく。じゃあレックの回答例見ましょう。4ページですね。この論文試験分析会憲法の4ページ目です。で時間の関係上逐一見ませんけど、ざっと見ていきます。第一、 X の主張1で、まあ憲法21条1項の取材の自由を侵害するんだってことを書いている。で2で、取材の自由がなぜ憲法21条1項で保障されるか。本質的には私の答案と変わりません。基本的に判例の規範とか参考に書いています。でレックの回答でちゃんと書いてくれてる。3、これやっぱ落とさないでください。なんで取材源の開示を強制されれば取材の自由が侵害されるのかってとこ、ここはちょっと見ておきましょう。取材源の開示を強制すれば、記者と情報提供者との間の信頼関係が破壊され、将来のスムーズな取材活動、ひいては報道業務の円滑性を阻害するため、取材源の証言強制は取材の自由の侵害となる。やっぱね、これは自分の言葉でいいんで書いてください。でそして民訴197条1項3号は、職業の秘密の証言拒絶を認めているところ、職業の秘密とはその事項が公開されると当該職業に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難になるものを言い、取材源の秘密は上記の通りこれに該当するため、取材源の証言拒絶は同号を根拠に認められる。ただね、レックの回答で若干ミスリーディングなのは、判例の規範ちょっと足りなくて、先ほど私の答案で見た通り、これに該当するだけじゃダメで、さらに保護に値する秘密だけ証言拒絶が認められるという形になっています。なのでちょっとそこは気をつけてください。ただレックの回答でこれが判例だよとは一言も言ってないので、この答案自体が間違いではありません。いいでしょうか。で5、
仮に職業の秘密に定義上該当しても、証言拒絶が認められない場合があるとしても、本件では以下の通り証言を拒絶できる。でちょっと解説しておきますと、レックの回答例は法的構成2本立てなんですよ。一つは職業の秘密に値するかっていう、法律解釈の問題で、もう一個ね、独立に適用意見を言っています。これ別にそれはそれで問題ないです。ただ私はね、あんまりこの2本立て好きじゃなくて、むしろ憲法論の全部入れ込んで民訴法の解釈をしていった方が私は好きなんですけど、レックの回答ではここで独立に適用意見を言っています。でまあこれはさーっと読んでいただければいいです。で4ページ目下から3行目、第2反論及び試験、1、取材の自由は21条1項により直接保障されるのではなく、21条1項の精神に照らして尊重に値するに過ぎず、その侵害があったとしても厳格に判断されるわけではないという反論、まあ保障の程度が弱いという反論です。でこのレックの回答では反論に対してすぐ試験をぶつけるスタイルです。これはこれで構いません。しかし取材の自由は報道の自由の必然的前提となる行為であり、直接保障されるんだ。で次に取材源の証言を強制することは取材の自由の侵害に当たらないとの反論が考えられる。でこれもうんぬんかんぬん書いてます。で3番です。でここがメインですね。取材源が職業の秘密に当たるとしても、すべての場合において取材源が職業の秘密として保護に値するわけではなく、証言拒絶が認められない場合があるとの反論が考えられる。でこの点、職業の秘密上に定義上当たるとしても、常に証言拒絶が認められるとすると、裁判の真実発見、裁判の公正を害する恐れがある。そこで秘密の開示によって生ずる不利益と、証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較考慮により、証言拒絶が認められるかを決するべきであると解する。でこれちょっと解説すると、これね説明不足なんですけど、ここが保護に値する秘密の部分なんですよ。先ほど述べたように、職業の秘密に該当するだけだと証言拒絶認められなくて、保護に値する秘密じゃないと拒絶できない。それは比較考慮によって決するっていうところでここに書いてます。ただやっぱ保護に値する秘密ってキーワードを入れてしまった方がいいですよね。あと、すいません、ちょっとした誤字なんですけど、この構成はフェアの構成に直しておいてください。申し訳ございません、構成が間違ってますね。であとね、2分ぐらいしかないのでちょっとポイントだけ言います。レックの回答例もね、参考になるところあるので、ぜひ後で見ておいていただきたいんですけど、私の回答例はねちょっと時間の関係で落としたんですけど、レックの回答例で触れられていることが一つ、これね取材方法としてちょっとよろしくないんじゃないかって考え方ありますよね。ちょっとしつこすぎると。でそれも比較考慮の要素になるんですよ。それがねここ、また確かに取材の対応はオツの自宅まで押しかけ執拗に迫るという適切さを欠くものであった。でここなんかすごく憲法できる方は西山記者事件なんかをイメージして入れ込んでやっても、もちろん加点です。でしかし X はフリーのジャーナリストで記者会見に参加することができず、個人に対する取材をするしか取材の手段を有しないのであり、その対応も一般の刑罰法令に触れるようなものでなかったのだから保護に値しないとは言えない。で一応これに反論している。このようにね、若干触れて解決の道筋を示すだけで点数になりますので、ぜひ気づいたらね入れ込んであげてください。であと2分ぐらいなんで最後にちょっとまとめますけど、憲法ね難しいんですけど、逆にライバルに差をつけるチャンスなんですよ。なのでしっかりと憲法ね、基礎理論勉強した後は、実はね修士型の問題ってあんまり予備試験のとか司法試験の対策にならないので、修士型の問題みたいなそこそこに抑えて予備試験レベルの問題にねどんどん取り組んで、自分だったらどう書くかっていうのを考えていってください。で書き方非常に大事なんで、いろんな答案ねぜひ見ていってください。で今回のね私の答案とかレックの答案が皆様方の参考になればね、これは幸いです。それでは令和5年予備試験論文式試験分析会、憲法の方はこれにて終了させていただきます。次刑法もありますので、ぜひですねそれもご覧ください。それではお疲れ様でした。